はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。えっと、前回の動画に続いて、まあ、リーダイ数についてお話をしていきたいと思います。えっと、前回の最後にですね、述べたとおり、参考文献として、ハンフリーズの本と佐竹先生の本を挙げておきますえ。これらに基づいて、まあ、これらを参考にしてですね、えー、この講義は進めていきます。で、えっと、以下、 この K と書いた場合には、表、えー、数0の体としましょう。まあ、表数0じゃなくてもいいんですけれども、まあ、基本的に表数が2じゃなければ、大体のところは OK ですが、えー、まあ、いちいち答わるのもめんどくさいので、表、えー、数は0の体としておきます。で、えー、慣れてなければですね、まあ、そもそも体ってなんだろうというのをちゃんと、すいません、勉強していないという場合もあると思いますので、えー、その時はですね、えっ、ー、と、K は R 実数体。 であったりとか、複素数対 C と思ってもらえばよいと。はい。で、えっ、ー、と、今日何をするかっていうと、リーダイ数の定義について説明をしたいと思います。で早速定義に入りましょう。えー、リーダイ数って結局何なのかっていうと、えっ、ー、と、ベクトル空間にですね、プラスアルファでもう一つ、えー、新たな二項演算、ブラケットと呼ばれる新たな二項演算が入っているようなものであると。はい ということで、まずゲーっていうのをですね、あ、これ、えっ、ー、と、同一文字フラクトゥールです。K ベクタースペースとしましょう。ベクトル空間であって、あの、形状のベクトル空間とか、まあ、線形空間であって、えー、ゲー状には、あの、先ほども言ったブラケットと呼ばれる、 かたい格好で書いている、えーまあ、こういう二項演算が入っているとしましょうと。で、その時に、この K ベクタースペースとこのブラケットと呼ばれる二項演算、このペアがリ、えーダ数であるということを、まずですね、えーと、どういうことかっていうのを定義しましょう。えっ、ー、と、それでですね、これリーダ数とここで言っていますが、えー、先ほどの佐竹先生の本のようにリーカンと呼んでいる本も、 多々あると思います。ただ、あの、まあ、リー・アルジェブラという風に英語では言いますので、えここではリーダ数と私は呼ぶことにしたいと思います。で、じゃあこのリーダ数というのは何でしょうかということですね。で、それはですね、まあ、3つ条件があります。えー、ここでは今後ですね、これを1個1個確認する場合がありますので、え L1、ー、L2、L3 という3つの条件を L1、L2、L3 という風に名前をつけて呼びたいと思います。 これはまず一つ目なんですけれども、双線形成とも言われるやつですね。これを L1 と呼ぶことにして、これは何かっていうと、このブラケット、これは双線形であると。バイリニアですね。っていうのが一つ目の条件です。 はい。バイリニア、総線形って何だったかなっていうのを覚えてない方は、まあ、もう一度ちょっと見直してください。で、えっと、二つ目がですね、交代性ですね。交代性というのは何だったかというと、これは2のゲイの弦 X に対して、同じもの同士、 ブラケットを取ると0になると。まあ、こういう条件です。で、3つ目。これが、えー、ヤコビアイデンティティ。まあ、ヤコビの高等式。これが成り立ちますよというのを L3 と呼ぶことにして、これは何かというと、2の xyz っていうイのイに対して、 ま、次のような、性質が、成り立つと。はい、こういう性質ですね。で、これちょっと簡単に説明しておくと、これはまず、XYZ の、 形で並んでいて、それを今度こっち側に行くとどうなってるかっていうと、えー、この x を後ろ側に持っていか行って、ここの y を次、どんどん左にこうずらしていくという形で、y, z, x になって、次が z, x, y っていうのがこれ z, x, y というふうになってますね。こういう形でぐるっと回ってるという感じです。で、えっと、まあこの式のことを、まあヤコビの高等式、 と呼んだりします。で、この L1、L2、L3 とこの3つの条件を満たすときに、えー、このゲーと括弧積と呼ばれる、このブラケットの組ですね。これのことを、まあ、リーダイ数とかリーカンというふうに呼びましょうというわけです。で、えっと、何度も言ってるとき、このとき、この硬い括弧をゲーの括弧積 英語ではブラケットですね。と、まあ、呼びましょうというわけです。で、えっと、ここで交代性はこれどういうことかっていうと、いうのをちょっと言っておいた方がいいですね。えー、なんでこれが交代性というのは、これから交代的であるっていうのはどう、どういうふうな、えー、意味なのかっていうことなんですが、これはですね、えー、っと、これ、同値の条件で、えー、っと、 この基礎体のですね、表数が2じゃなければ。まあ今もゼ0にすると宣言したから、なのでにしますか。なので。えっと。今のこの、これ、こいつが成り立つということと、2のゲーのゲ XY に対して、えー、 yx っていうのが、マイナス、xy。つまり、えっと、順番を交換したら、前と後ろを交換したら、あの、マイナス倍されるという性質があります。で、実は、えっと、この条件と、これが、表数が2じゃない対上では同値であると。ですので、ん、えっと、まあ、これがまさに交代性っていうやつですね。ですから、ん、えっと、この条件っていうのは、ま、交代性と呼ばれているわけです。 はい。で、えっと、ここは、ま、各自ちょっと、チェックをしてください。で、まあ、これがだから、あの、ー代数の定義ですので、まあ、本当に、ただ単に K ベクタースペースで、で、その上に、なんか、ブラケットっていう新たな演算が入っていて、L1、L2、L3 を満たしているというわけですね。で、えっと、 ゲーっていうのはだからリーダイ数としたらこれは、まあ、このベクトル空間としての次元をリーダイ数、リーアルジェブラゲーの次元と言って、リムゲーと、まあ、書くことにしましょう。 だから次元と言われたら、もうベクトル空間の次元を表すということにしましょう。はい。ということで、まあ、リーダー数の定義って、ただ単にこれだけなんですね。で、えっと、今までで,ですね、おそらく、えー、ベクトル空間の話、まあ、線形代数やったりとか、人によっては軍艦隊とか勉強したことがあると思います。で、その時に、えー、線形空間、 まあ、ベクトル空間があったら、その部分空間が出てきたりとか、群が出てきたら、その部分群とか部分間とか部分体とか、まあそういうの出てきましたよね。で、同様に、えっと、このリーダー数に対しても部分リーダー数というものがあります。で、まあそれを次に定義をしましょう。で、それ自体はですね、もう、あの、今までと一緒です。今までと一緒っていうのは、 えー、ベクトル空間に対してその部分空間どういうふうに定義したかというと、えー、与えられたベクトル空間があったときに、その部分集合で、えっ、ー、と、器の、えー、ベクトル空間の演算がありますね。和とスカラーバイっていうのがあるんですが、まあそこからその部分集合に演算が導かれて、それによってまた、えー、ベクトル空間になるようなもの。まあそれを部分空間と呼んだわけです。で、まあ軍艦隊に対しても部分群っていうのは、 部分集合であって、その器の演算をその部分集合に制限することによって、えー、あの演算がさらに導かれて、その演算によって、え群、ー、とか関とか体になるものを部分群とか部分関とか部分体と呼んだわけですね。そういう意味では、だからこれも一緒なわけです。これ一緒でですね、うんと、だから、F の、 2.2としましょう。ゲーは、えっと、リーアルジェブラとしますね。で、その時に、あ、すいません、これ、あの、私、同一文字のフラクトゥールの書き方が、かなり、めちゃくちゃ、かもしれません。はい。えっと、部分リーダイ数。えー、リーサブアルジェブラ。 やつですが、さっき口頭で言った通り、えっ、ー、と、ゲイの部分集合であって、えー、演算が保たれというか、た保たれるというか、まあ、まず、ゲイはアルジェブラってことは、ベクトル空間だから、そのサービスってすんなって。まあ、ああの、あれですね、えー リニアサブスペースと書きましょうか。リニアサブスペースになっていると。ベクトル空間としてちゃんと部分空間になっていて、かつ、えっ、ー、と、ゲーにはさらに括弧石というのがありました。ブラケットがありましたね。で、それが、えっ、ー、と、ハー、このハー、ハーですね。これ、ドイツ文字のハーですが、ハ、えーはに制限してもちゃんと、えー、二項演算として定まるということ。 ま、その条件が必要なわけですね。で、それとしては、2のハーの弦 XY に対して、それらのブラケットをゲーの弦として取るわけです。それがちゃんと、またハーに閉じていてほしいわけですね。で、この2つの条件が成り立つときに、ハーのことをゲーの部分リーダー数と呼ぶことにしましょう。で、この2つ、 が成り立っていれば、結局ですね、この波っていうのは、ゲン、アーと D アルジェブラになります。 それなぜかというと、この二つ目、まあ、まず、リニアサブスペースにはなってくれていて、あと、括弧席がこの二番目の条件から、えー、ちゃんとハー状に、その二項演算を定めるということがわかります。で、あとはじゃあ L1,L2,L3 が成り立ちますかっていう問題がありますが、まあ、それはですね、ゲイにおいても L1,L2,L3 が成り立っているので、それを制限、ハーまで制限してあげてもまた同様になり立つので、まあ、そのことからハーがリーアルジェブラだということがわかると。 で、まあ、パパッと、えー、口で言いましたが、まあ、ぜひですね、こういうのは自分でチェックをしてみてください。はい。で、これで、えリーダイすると、リーサバアルジェブラの定義が終わりました。で、あと、ここでですね、まあ、一つ、まあ、非常に、まあ、自、自明な例を挙げておきましょう。V を、えー、ベクトル、まあリン、 ちょっと、ベクタースペースと書いたり、リニアスペースって書いたりしてますけど、まあ、ベクトル空間ですね。これに対して、括弧積をどういうふうに定めますかっていうことです。で、ここでは、えっと、すべての XY に対して、このペアに対して、常に括弧積がゼ0になると。まあ、こういうものを考えましょう。 そうすると、この時、このペアですね、V にこの格好席を入れたもの、こいつは、リアルジェブラになります。で、一般に2の xy、ゲーから取ってきて、これに対し、x と y のブラケットが0、常に0と,となるリアルジェブラのことを、 えー、過感リーダー数と。まあ、そのように呼ぶことにしましょう。えー、コミュータティブ、PR ジェブル、まあ。もしくはですね、えー、自明なリーダー数と。 まあこのように呼ぶことにします。えー、トリビアルリアルジョブですね。はい。で、えっと、まあ、その時にですね、えー、次の問いを、これまた、えー、皆さん自分で考えてみてほしいんですが、 一次元の E アルジェブラは果敢であることを示す。これも各自、ぜひらあの示してください。 で、えっと、ここまでで、えー、リーダイ数、部分リーダイ数、あとは、えー、地面自なリーダイ数というのを定義しました。で、えっと、他の軍艦隊とか、ベクトル空間、勉強した時にも出てきたのは、順同系というものがありましたね。それは何だったかっていうと、まあ、軍でも関で,でも体でも、演算が入っているんですが、まあ、それを、その演算を保つような写像のことを順同系といったわけです。 で、えっと、今の場合は D イ数を考えていて、D イーー数っていうのはベクトル空間であって、かつ、えー、あれですね、あの、ブラケットが入っているということで、まあ、それらを保つシャドウのことを順動形シ系ドウと呼ぼうというわけです。で、そこで、えワ、ー、G1、G2 っていう二つの D アルジェブラを持っていきましょう。で、その間の写像を考えると。で、その時に、この G1 から G2 への写像 F というのを考えて、これが、まあ、順、 リーダ数の順動形。まあ、ホモモルフィズムですね。というのは何かということを、まあ、定義しましょうと。で、何度も言う通り、順動形というのは、その、円算を保つということです。で、円算は今、二つ。まあ、二つというか、えぇ、ー、線形性と、 あとブラケットっていうのがあるわけで、だから、まず線形写像でなければいけませんね。なんで F はリニアであると。もう一つは、そのブラケットを保つっていうことですから、えぇ、ー、ゲイワンの弦、2の XY に対し、XY のブラケットを F で送ったものっていうのは、それぞれを、X と Y をそれぞれを F で送って、 それを飛んだ先でブラケットを取ったもの。まあ、これがイコールであるという条件ですね。で、えー、まあ、これが成り立つときに、この二つが成り立つっていうものが、まあ、まさにですね、リーダイ数に入っている演算を保つということです。で、まあ、この時に純同傾写像と呼びましょう。で、また、ま、純同傾写像の概念が出てきたら、まあ、同傾写像も出てきますね。で、その同傾写像っていうのも、まあ、これも いいと思うんですけれども、アイソモルフィズム。これもまあ、あるみいつもと一緒で、えっ、ー、と、F が D アルジャブラフォーム。フォームっていうのは、だから、これ D、D 台数の順動形写像であると。 でさらに、もう一つ条件としては、うんと、今度はゲイ2からゲ G1 という違う方向に、これもリアルジェブラフォームがあって、もうフォームと書いてしまいますね。で、えっ、ー、と、二つを合成するとアイデンティティになると。で、順番逆でもアイデンティティになると。こういうものです。まあ、こういうものが存在するときに、F を同型写像と。リーダイ数の同型写像と呼びましょうということです。 で、えっと、これは、あの、簡単にわかるように、これ、リー・アルジェブラ・ホームで、かつ、全単射、バイジェクティブっていうのと、同値です。で、これもですね、各自証明をしてください。えー、同型写像。 ゲイワンからゲイツこれがある時とき、ゲイワンとゲイツは、ま、あ同型と呼ぶと。ゲイワン、ゲイツいや、ま、あここ、あの、ほい、に、 20のマ、ままあ、イコールで書く、これ1本で書く場合もありますね。はい。というわけで、えっと、今回はですね、リーダイ数の定義から始めて、えー、部分リーダイ数であったりとか、順同型ドウ同型ドウについてお話をしました。で、えっと、この次の動画ではですね、えー、じゃあ、次元が低い場合にどういう、 え、リーダー数があるかという話をしたいと思います。というわけで、この動画はここまでにしましょう。